大沢岳は、長野県飯田市と静岡県静岡市青い区にまたがる、赤石山脈南部の標高2820メートルの山。日本で55番目に高い山。山域の上部は、南アルプス国立公園の特別保護地区、西面などの中原は、その特別地域の指定を受けている。山名は、天竜川水系円山側の北又沢の支流。 大沢の原東部の山であることに由来する。上部は高山帯で、肺末が分布し、雷鳥が生息する。周辺の山域では、日本自家などによる植物の植害が確認されている。道路は、長野県側からの大沢渡るからのコースと、南アルプス重走路の登山道が開設されている。北又沢から大沢渡る山荘に至る。 登山道が開設されていたが、廃道となっている。大沢渡るからのコースは、白びそ峠が起点であり、その詳細な経路を一家に示す。北又沢と商店には、荷物渡しのための籠が設置されていて、唐松峠の上部では、竹看板などが自生している。本コースでは放散中化石が産出されている。 登山口の白曹峠から望む南アルプスの山並み左から大沢学中生、丸山大都岳から聖岳赤石岳や聖竹,竹を登頂する南アルプス重走時に登られることが多い。百軒銅山の家から東斜面を巻く登山道もあるため重曹の際に登頂されることなく通過されてしまうこともある。赤石岳への道路は赤石岳の登山を参照。 聖経への道路は聖竹の登山を参照。登山口や両線上には山小屋とキャンプ指定地がある。登山シーズン中の一部の期間に友人の営業を行っている。山頂直下東北東0 7キロメートルに静岡市の百軒道山の家があり、キャンプ指定地が併設されている。東方の聖竹から望む大沢学周辺の山並み手前に小兎岳、 中世丸山、大沢岳、その背後に、中央アルプスと北アルプス西方の基礎山脈の江那山から望む大沢岳周辺の山並みと、富士山山頂には三等三角点が設置されていて、その北側には、標高点2814メートルと2772メートルの小ピークがある。西側には顕著な尾根が伸び、北側から北西の奥茶臼山方面に、 尾根が伸びる。西面の長野県側は、崩壊が激しく、新家源島までがれが垂直に落下している。赤石山脈の主猟線上の赤石岳と中西、丸山との間にある。天竜川水系及び、大井川水系の以下の河川の源流となる山で、太平洋へと流れる。天竜川水系の遠山川北又沢の支流の、大沢の源頭部の山である。 唐松峠下部の西面には、白び峠からの林道が付設されていた。ありがとうございます。